いくらどんどんジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一とレース2クランリーグ6月シーズンの第3ゲームですね、やっていきたいと思います。結果は38対35と、星1が1本ですかね。森尾さんから、おお、98% 惜しいな。9全開という形でしたね。ようやく自分の方もね、全開が取れた形ですかね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。さあ、りゅうたくん、クイヒーホグですね。ホグライダー。どういう戦術でやっていくんでしょうか？どういう使い方でね、やっていくんでしょうか？結構ね、クイヒーホグって、まあ、シューター型もあるけど、突撃ティ使う人はね、まあ、特にコマくんとかそういう使い方でね、クイヒーホグやってたんだけど、海外の方でもね、突撃型のクイヒーホグやってる人は多いんですが、シューターですね。爆撃砲とかがあるので、まあ、こいつのケアをね、ババアチャでやっていく感じかな。ウィズ島っていうところでね、その、竹取りに使うバーバリアンとアーチャーがターゲットされないっていうところもね、やりやすさの一つとなってますね。タンクイヒーの方も非常に入りやすくなってます。迫撃砲は特にこれタゲ取らないんだ。タゲ取らず。クイヒーの方がね、火力も高くなってくるので、まあそっちの方を集中してやっていこうというところですかね。エリクサータンクで、すごい勢いで帰ってきて、キングともぶつかっていきますが、おでん像から折れるのは激アツ。これめっちゃいい当たり方。ようやくバーバリアン出てきましたね。忘れてたみたいな感じかな。さあ、ホーミングチェック用のバルーンも追加。これバルーンね、タウンホールの方。わー、いや、それは熱いな。トルネード解除してくれた。で、ホーミングチェック用のバルーンも奥まで届いていって、エレクトロタイタンだ。ちょっとタウンホールフリーズ打ったのに。クローク使いますが、ちょっとこれは、いろいろマイナスってますね。さあ、これは、エレクトロタイタンがシューターの方に向かっていってしまった。さあ、出てくるのはホグライダー。で、ホグライダーの方ももう、大ホグを始めて逆サイドキング展開。で、本命ホグをジャイアントで守りつつスタートしていきました。エレクトロタイタンこっち来てますね。タイタンがやってきているところ。ここは一機のレイジからのトーム。ストライカーの方も通していきます。クイーンの方は落ちてしまいましたね。結構苦しい感じには見えるんですけど、ここから全開取っていったと。ヒールとかは特に持ってきてないので、範囲ダメージはフリーズで固めて、矛を伸ばしていくところですが、マルチ IT はしっかり突破してくれました。キングこれめっちゃ強かったな、これキングルート。テスラモリ全部キングで拾えたのはめっちゃ大きいですね。さあ、ロイヤルチャンピオンの方もね、ホグライダー全滅してるんですが、しっかり中心突破していきつつ、巨爆ヒットもしてるんですが、ロイヤルチャンピオンがね、これ死なないですね。クイーン落ちちゃったんですけどね、フリーズ2発も残ったりと、ジャイホグも大砲の方に足していって、フリーズこっちに打ってもいいかなってところですが、一旦残していって、全開とガーサス。いや、ちょっとね、苦しい展開に見えたんですが、ホグライダーが伸びましたね、これはね。マルチインフェルノもたくさんあるような状況だったんですが、まあ、ラバルじゃ突破できないようなところ、ホグを使ってね、ロイちゃんを生かして貫通でした。まあ、初手だったりとかでね、ジャイアントを使ってね、ホグライダーを守っていくような形、特にウィズ島とか、今回ヒールが入ってないので、ハイダメージは避けたいので、まあ、そういったところをね、工夫して、ジャイアントで、ハイダメージを防いでいった形ですね。さあ、スミス、ウォーデン使って、初手トーム、ストライカーまで合わせつつ、これはどこまでなのだ？エアスイーパー受けてますが、特にここでいいというところでね、トルネードもなって、際どいところでしたが、しっかり通していきましたね。さあ、ちょっとこれ、アイゴレ見つけちゃったかな、スーパーウィザード。アイゴレも隠すようなタイミングで投げていって、モノリスの方折れてますね。さあ、ここで、もうワンチェイン。オーデン使ったにしては、ちょっとそんなに削れた方ではないというタイプかな。オーデントッツの方では。さあ、でもこれね、前回取ってるんでね、これから。ルート作りが大事っていうのがね、トツウィズラバルにおいては非常に強いところなので、まあ、それが証明できるようなシーン。さあ、イーグル砲モノリス。まあ、削れてるっちゃ削れてるけど。さあ、ここフリーズからのウォールブレーカー。アイゴレのフリーズに合わせてしっかりいいウォールブレーカーが入りますね。で、キングがいいタイミングで外周流れてくれて、これ真ん中マルチ IT まで。強い。キングのフィストのタイミングもいいですね。クイーンに被弾が入りそうなところ。さあ、ここ、対地クロスをフリーズで固めていきつつ、タウンホールが残ってるタイプのタウンラバルをやっていくウォーデン、当たり前なんだけど、それって。ウォーデンがいない形でタウンラバルをやっていきましたね。さあ、ヒーローがどれだけ伸びるかと。フリーズとかもね、タウンホールに回しまくんないといけなくなりますからね、そうなると。さあ、ロイヤルチャンピオンの方も伸ばしていきつつ、マルチアイ、シングルインフェルノ、タウンホールのところフリーズかけ続け。裏もね、残ってるんですけど、オウルがだいぶダメージ入れてくれてますね。これ結構でかいですよ。タウンホールはなんとか落としてくれました。で、クイーンがシングル突破してくれました。さあ、ジャイバルーンが裏から投石機を突破してくれました。これ、行くんか、本当に。さあ、これ、テスラまで降り切れたのかな、じゃあ。降り切れるの？ん？無理じゃない？さあ、ここからあとは数で押してったんですね。さあ、フェニックス、ガーゴイル、あとは3時の方向にね、いろんなユニット、ストライカーとかアーチャーとかで削りつつ、フェニックスが強かったのかな、これ、そうなると。いやー。さあ、テスラの方にはフェニックスが来まして、怠慢だとフェニックスが勝てるので、テスラを折り切りつつ、回収しきっての全開ということで、なるほど。ちょっとね、危なかったところでしたね。タウンラバルをウォーデンなしでやっていくっていうのがね、まあちょいちょい、カズマくんもね、マイクヒーラバルとかでやってましたけど、たまにね、見るような形ですが、なかなかね、難易度も高いのでね、怖さはあるんですが、しっかり全開取り切って、ガーサス。さあ、レンさん、ライドラッシュですね。3発。なるほど。対空砲3発で折れるんだっけ。さあ、サイドカットしてからのライドラチェイン、これ強そう。うん、対空砲3発で折っていって。さあ、この後、アーチャーターの方にバルーンも入ってるので。強いね、このライドラ。レンさんもたまにこういうライドラッシュとかやってるよね。さあ、シューター、ジャイアントからのシューターは、アーチャーターは、うん、バルーンいいタイミング。さあ、ライドラ、ホーミング入っちゃったので、イーグルまで降りきれなかったので、追加で出しますね。うん。スタートするタイミングは、これ、対空砲が折れるようなタイミングまで待ちたいのと、ライドラね、イーグル砲まで伸ばしたいですよね。さあ、これ、どこからの入りかな？タウンホールから行くのか、10時だったりの、またね、別の、まあ、これで行くのはタウンホールからですよね。うん。うん。さあ、タウンから。クイヒーライドラみたいな形でライドラをタウンホールの方から進めていくような形ですが、もうすでにね、イーグル砲を打っているので、まあ、リターンの呪文でクイヒー使ってイーグル落としたみたいな形にはなってますよね。さあ、ようやくマルチ IT を突破していきつつ、フリーズをかけ続け、ここでようやくのレイジーフリーズ。タウンのね、爆破にね、ライドラトームをね、合わせたいんですよね、できれば。さあ、ここでトーム、いいチェインが入りましたが、ちょっとライドラ1体分足りなかったのでね、モノリスは残っているような状況。さあ、キングクイーンを展開していって、打ってくれ。まあ、モノリ、ああ、クランジョギリだぞ。やっちまえ。さあ、ライドラにレイジー。さあ、これね、中心の大事さ分かってるので、ここで、レイジフリーズ打っていきますが、さすがにここは厳しかった。さあ、フェニックスが出てきて、クランジョを追ってほしいんですけど、クランジョから行くの偉すぎる。これ偉すぎるな。クイヒーライドラのライドラッシュ版みたいなイメージですかね。まあ、ライドラのね、最初のイーグルカットが結構やりやすいというところで、今回はクイヒーではなくて、ライドラ本体でね、そのままやってった形ですね。スーパーガーゴイル採用。リクスケに吸われてはもったいないので、今回はリクスケを処理するような形。フィストを使って第1クロスの竹取ってレイジロイちゃんですね、これは。レイジロイちゃん。さあ、スーパーガーゴイルの方は、対空砲まで行ったんですけど、撃ってるのは弊社という。さあ、マルチ IT 削りつつ、うん、頑張れ。アーチャーターのターゲット、バーバリアンたちが取ってくれてる間に、ロイヤルチャンピオン追いついていって、ロイちゃん D で最後フィニッシュですね。土手の作りがね、うまかったですね。レンさんもね、たまにこういうドラ系の戦術ね、やるんですよね。刺さるときにしかやらないんですが、当然刺さるときのね、刺さり方がうまいですね。さあ、ひろやさん、ヒールが入った、これは純正ラバルみたいな形かな。配置に関しても、対策陣ですね。さあ、キングに対してキングでストライカーを合わせて、イーグル砲の方に誘導する形かな。スミゴムとかも特に持ってきてないので、クイーンでカットして、うん。さあ、ベビードラカット。早めにキング切りたい。いいよ。ナイスフィスト。からのアイゴレ展開。逆サイド、ジャイアイゴレからのロイヤルチャンピオンで、クイーンをね、だいぶ外周部で処理ができましたね。スケルトンの呪文使って、ここおでん像だったり、まあ、投石機だったり、いろんなもののターゲットを取っていって、クイーンの方もね、アイゴレの守られて入れてますね。ナイスクローク使っていいアイゴレが入って、なんかジャイアントたくさん持ってきてるので、後からどんどんジャイアントが出てくるね。ここもフリーズかけつつ、まあ、純正ラバルということでね、呪文は結構あるので、まあ、どんどん使ってきますね。遅れてボマー登場。さあ、援軍に関しては、アイスゴレムとエレクトロタイタン、さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメランで、一気に突破していきます。固まっちゃった。さあ、タウン前の対空砲にはバルーン。結構ちょっとテスラが出てしまったんで、バルーン結構そっちに寄せられてますね。ボマーがモノリスの方をケアできそうだったんですが、いいトルネードで巻き込まれていきます。さあ、これは、ガバハウンドもね、トームに当てて、これいいトーム。頑張れ。モノリスまで頑張るんだ。ライダー。うん、フリーズかけていきましたが、ちょっと折り切れず、バルーンはちょっと寄ってしまいました。ヒールですね。マルチインフェルノ2本あるところ、投石機のタゲはしっかりラバハウンドが取ってくれたので、レイジターンの攻撃を乗った投石のダメージは入らず、さあフリーズかけ続け、純正ラバルの強みですね。マルチインフェルノ2本のところにヒールを使いつつ、呪文がめちゃくちゃありましたね。うまい。まあ、ヒーローパートのね、予備に持ってきてたインビジブルとかも余りつつ、展開です。バーサス。さあ、ヤッターさんもスーパーボーラー。さあ、6時の方にシューターセットしていきつつ、バレン。ってなると、オールブレーカー使ってタウンクイヒーからかな？そしたら。結構ね、ヤッターさんの形としてね、タウンクイヒーしてからっていうのはありますよね。うん。タウンクイヒーでタウンホール壊した後にスーパーボーラーたちを一気にタウンホール側から進めていくっていう形ですかね。対空砲とかもシューターが落とせるようなタイミングまで少し時間を作りつつ、バルーンの方で大砲まで折り切れましたね。キングにストライカー合わせて、いい形。うん。6時の方もね、いいシューターカットですね。もうクイラバとかみたいな入りですよね、これ。逆サイドの対地クロスはキングの方で取るタイミングで出していきました。クイーンにあんまりダメージ与えたくなかったのかな。ここまでレイジ温存してタウンホールのところを打ちつつ、タウンホール打ってポイズンターの攻撃を受けてしまうんですが、キング結構被弾入ってます。対空砲まで切りたいです。さあ、これトルネも引っかかってしまったので、タウンホール壊れたので、アイスゴーレムからウォーデン追加ギリギリまでスーパーボーラー貯めていく。さあ、ここフリーズも使って、で、タウンポイズンが溶けてきたかなぐらいのところに合流できるのがベストということで、ギリギリですが、切れたところでの合流ができましたね。さあ、レイジを使って奥までウォールブレーカー。このウォールブレーカーめっちゃうまい。まあ、キングの方はね、だいぶ被弾かかるようなね、使い方をしてったので、もう溶けてしまいますが、さあ、中心部かなりいい形でレイジジャンプ。これはレイジトームかな？いいトーム。めちゃくちゃいいレイジトーム。スーパーボーラー、壁を殴っただけで一気に防衛施設が消し飛びました。奥のところまでね、これトームで入れて、スーパーボーラーの方を延命するようなインビジブル。結構ね、この形でね、奥で消えちゃうことがね、意外と多かったんで、ここはインビジブルとかも使ってね、スーパーボーラー延命していったんですが、いやー、壁殴るだけで防衛施設がどんどん消えるなよっ。さあ、これも完全貫通できましたね。スーパーボーラーの方は、全部生きてる感じかな。サロイエルチャンピオンも回りつつ、クイーン、ロイちゃん能力残しての前回ガーサス。いや、これかなり理想的な形作れましたね。タウンホール側からのタウンクイヒーで、ウォーデンは姿を消してのフィニッシュですね。うん、ナイス前回。さあ、クラウス、突立ラバル。なんかドリル持ってたけど切り替えて、どこに投げてくるか。さあ、上ですね。マルチ IT。これもエアスイーパー固めつつ、前回もね、エアスイ吹いてる方をエアスイ固めて突撃観察みたいな使って言い方をしてましたね。巨大爆弾見えますが、しっかりゴブリン部隊で解除しつつ、ウォールブレーカー出てから、ここはレイジをかけていって、穴開けはさせないという形ですかね。やりたかったことはもう全部できてるんですが、まあ一応、もうワンチェーン入れつつ、援軍も完全に釣り切って、うん、いいカット。これめっちゃいいカット。さあ、アーチャー使って援軍を釣って、まあ外処理やりつつ、いいタイミング。アーチャータワー先降りたいという形ですね。アーチャータワーだけ先寄って、次のアーチャータワーにたげられないようなタイミングを作っていきました。キングまで使って、ギリギリバレない位置分かってますね、これ。アーチャータワーからの攻撃をね、受けないギリギリのタイミング。素晴らしいですね、これ。ゴブリン使いましたが、おお、壊れた。ごえせつ。じゃあ、金庫のダメージ入ってたんですね。さあ、バネチックジャイアント特になし。追いキングアイゴレ。クイーンに見つかって、これは。クイーンの方もクイーンに反応して内側入りそうですね。いや、いいタイミングだな。これフィストまで行きたいかな。うん、大丈夫そう。あー、トルネード。これはちょっと強いか。あ、そのウォールブレーカーめっちゃ強いけど、どっか行っちゃった。投石に打たれたね。もうワンウォールブレーカー欲しい。いや、いいウォールブレーカー。このウォールブレーカー強すぎるな。うん、届いた。キングクイーン入って、ロイヤルチャンピオンも合流して、アイス、じゃないや。マルチ IT をフリーズかけつつスタートしてきました。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメラン、フリーズもかかって、ここディギーが1回止めつつ、タウンホール一瞬のクログでトームをね、これタウンホールに合わせなくてよくなりましたね。まあ、とはいえ、ここはオイラバストライカー1機のトームをここで決めていくような形になりますね。さあ、オイラバストライカー、クイーンにも入ったので、これタウンポイズン無効化ですね。さあ、ノロノロしていって、ストライカーはロイヤルチャンピオンまで届いていきましたが、クイーンがね、タウンホールのポイズン、ゴリゴリに歩いてるんですけど、これダメージ入らなかったですね。さあ、援軍がね、美味しい援軍だったので、ポイズン残ってたので、そこもポイズン使いつつ、ここはヘイスト。ヘイスト。さあ、あとはバルーンがぐるぐる回るだけなので、まあ、インビジブルもね、構えてどっちに打とうかな、打つ必要あるかな、みたいなことを考えてるような感じですね。いや、めちゃくちゃ強いな。土手の突筆のね、バリューとね、うん、最後は時間を意識してインビジブルを使ってスケルトン無視。ナイス全開。かなりいい全開でしたね。さあ、よっちさん7、違う、10発と2発か。なるほど。に、コウモリが入ってますね。さあ、来ました。クラウスがね、よくやってるような戦術ですね。さあ、初手トームのバルーン編成、ラバル編成、一気に飛ばして、ストライカーでロイヤルチャンピオン処理しつつ、投石機の方をバルーンで落として、中心部、マルチイーグルクロスってところを一気に落としていきましたね。クロスの方がちょっと残ってしまったので、まあ、大工がね、レイジタワーかかりつつっていうところだったので、まあ、打ち分けるときって結構ね、天才間に合わなかったりするんですよね。まあ、本来はここまで折り切れてるっていうのが天才時のプランだったんですが、まあ、クエイク1発揺らしただけ、2発か、2発分揺らしたけど、大工がね、高速で直しちゃいましたね。まあ、ただ残ってるやつだとまだマシな方なので、他のね、マルチインフェルノとかイーグルが残るよりはまだまだマシな方なので、まあ、なんとかリカバリーできる範疇かなというところですね。コウモリを使って、ここは、まあ、ボムターとかね、そういったものがあるので、スケルトンよりもコウモリの方がこれは稼げるでしょっていうところですかね。刺さりやすいでしょっていうところで、コウモリを使っての、影取りを使ってるような状況ですね。ただここはもうコウモリの方が数は少ないのでもう溶けちゃいましたね。まあ、ボムター付近っていうことでね、リックス系よりスケルトンのね、呪文よりもコウモリを意識したところだと思うんですけど。あとはクイーンにキングをぶつけつつ、ロイヤルチャンピオンの方で残ったクロスの方もこれは触れそうですね。さあ、ディギーがクロスを止めてくれれば大丈夫。さあ、キングが走って相手のクイーンのところへ。大砲とかバルーン1ぐらい当てるかな。逆サイドからラバルスタート。さあ、ロイヤルチャンピオン、シングルインフェルノ、解除してくれて。オッケー、ナイス。インビジブターの解除をやってくれて。もうこうなると、シングルインフェルノが2本になると、確かにこれプランがめっちゃ刺さってるな。これ強いな。まあね、クラウスが開発したこの攻めですが、流行ってますね。強いですね。ライトニング10発使うってね、昔だと結構、だいぶ奇抜なことやってんなって形だったんですけど、こうしてね、クラス以外の人もね、使うようになりましたね。まあ、よっちさんもね、かなり PS が高いし、もともと天才ラバルをする人なので、まあ、できる人は当然まだまだ限られるんですけど、非常に強いアタックですね、これ。さあ、これヒーローしか残りませんでしたが、ヒーローを守るタイミングでね、ラバルもスタートできたというところで、しっかり残っていっての前回ですが、そうっす。さあ、2ロ目。前多分クラウスが富士スーサイドを対戦の方ではやってたようなイメージがありますね。さあ、クイヒを12時から1時、2時の方に回すような展開ですかね。ウォールブレーカー使っていいタイミング、マルチインフェルノを打てるようにしていきました。さあ、ベビドラサイドカットも入れつつ、うちがね、エリクサータンクに戻していって、いや、めっちゃいいな。ウォールブレーカーどこでつけるかですね、あとは。ビズと打たせてからマルチインフェルノを打てるので、これも逆走が全くなくなりましたね。ここは、オールブレーカーは迫撃砲の方を開けていく。で、イーグル区画にまずは一旦入れるような形。さあ、モノリスからの攻撃も入りつつ、ポイズンターンのせいでね、なかなか抜けれないんですが、うん、レイジ使って早く出ろと。さあ、出てクイーンからの、うん、守られましたが、ちょっとヒーラーを失われました、ユニコーンも。嫌なテスラだな、それ。わー、嫌なホーミング。いいウォールブレーカー。レイジに乗ってウォールブレーカーはしっかり届いてきましたが、こっちに2個あったらこっちにも2個ありそうなんでね、ホーミング当たらないようにしてほしいかどうでしょうか。うん、綺麗に血が入ってるな。この区画ちょっと罠多いですね。レイジを先打ちしつつ、インビジブルまでまだホーミングあんの、同じサイド。3つ目ですよ。あー、その安い、えぐいな。さあ、もうラスト。クイーンは黒く。真ん中まで貫通していきますが、トルネードも解除しつつ、援軍はアイゴレなんで美味しかったですね。キングにロイヤルチャンピオン合わせつつ、ホーミングがえぐい、ヒーラーが全然いない。まあ、アイゴレの処理ね、めっちゃ楽で良かったですね、これ。さあ、ラバルパートスタート前にすでにだいぶ削れてます。さあ、ジュモンタワーのね、ポイズンタワーをラバハウンドで取ることで、バルーンは受けないような形をとってストライカー合わせて、ハウン爆破に合わせるようなイメージではなく、先にね、トームをかけてきますね。で、残ったバルーンにヘイスト、外周部かけつつ、ロイヤルチャンピオン貫通していく。強い、これ。さあ、降りつつ。逆サイド、フリーズもいろいろ残りつつ。強いな。うん、ロイヤルチャンピオン残って、オールがまだ生きてるのを見て、そこにフリーズをかけてきましたね。オール VS ロイヤルチャンピオンですが、おー、打ち切っていく。さあ、キングの方まで処理して。オールが優秀すぎる。ヒーローペット地味だけど、こういうのでかいですね。ヒーラーもね、だいぶ打たれて死んでしまいましたが、1体だけ残ってますね、まだ。さあ、ナイス前回 VS。さあ、ラストアタック、僕ですね。突ウィズラバルっぽく見せた突ガゴです。はい。この辺ね、空に対応する防衛説がね、ほとんどないというところでね、まあそこが弱点になっているというところで、今回はガーゴイル採用していきました。タウンホール、オデンゾを追って、目標物、このね、対1クロスだったんですけど、金庫隠せてなかったんでね、まあこの辺がっつり削ってって、ちょっと内側の方がね、入ってくれなかったのと、バウンポイズンも乗り続けて、失敗と。まあ、僕結構ね、降りたい対1クロスを折れない症候群にいるので、まあちょっとこの辺ね、打たせる技術がね、ちょっと足りなかったですね。これ落としたかったんだよな。さあ、クイーンがね、これ被弾受けてしまうかなと思ってジャイアント展開したんですけど、これ見るとよく見ると、うん、まだ受けないタイミングだったですね。さあ、キングの方もテスラとスケルトンに足止めを食らいつつ、またテスラが出てしまう。まあ、ここはもうね、第1クロスはフリーズでいくと考えているので。さあ、またリクスケート、これちょっとしつこいですね。嫌だったな、これな。さあ、クイーン、フィスト、両方、ケアしつつ、ロイヤルチャンピオンは上からジャイロイちゃんして、クイーン、クローク。まあ、うまくね、両方延命できたらね、中心部の方までクイーン入って、クローク、この内側イーグルあたりでね、打てればよかったなーって感じだったんですけど、なかなかできず。さあ、バルーンからラバルパートスタートしていきます。シングルのね、先はね、ラバじゃなくてバルーンで取りたいですからね。さあ、援軍処理までね、クイーンはやってくれました。上側の方、ロイヤルチャンピオン頑張っていただきつつ、オイラバストライカーでマルチ IT をケアするような形。安い逆光なんですけど、これヘイストとトームでごまかします。はい。しっかりとクイーン処理の方までストライカーは届いてくれましたね。うん、トームに乗って、うん、ちょっとラブハウンドがね、トルネで巻き込まれてしまって、ちょっと間に合ってない状況。ラバハウンドに合わせて裏からドラゴンライダーとかも合わせていきます。で、中心部ビーズかけつつ、なんでドラゴンライダー積んだかっていうと、もともとキャンプにドラゴンライダーがね残ってたからですね。ちょっとだけ残ってて、うまい使い方ができそうだったらそれ使おうと思って、まあ、結果的にはね裏の、まあ、最悪トームかかんなく、なんかねトーム必要じゃなくなったりとか、まあ流れの中でね、いい使い方ができればいいかなと思って持ってきました。ユニット的にも余裕があったので。うん。まあちょっとね、第1クロスまで折り切れませんでしたが、前回でした。はい、というわけでね、終わりまして、3日目は38対35と急展開ですかね。非常にいいアタックも多かったんじゃないかなというところでした。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。